はい。皆さん、こんにちは。物販コーチの黒沢です。これ、ユニクロです。前回、ネット物販一人社長の私がどのように経理を行っているか、また、税理士さんとどのようにやり取りしているかについて簡単に話をさせていただいたところ、自分のチャンネル的には結構な反響をいただいたんですね。というわけで、今回はその動画を見て生徒さんからいただいたご質問や、会社設立関連のご質問で今までいただいたもの、合計3つお答えさせていただきたいと思います。まず1つ目、一部の生徒さんびっくりされたようなんですが、 黒沢先生自分で経理を入力しているのっていうことについてですもちろん税理士さんに領収書など丸投げして入力してもらうっていうやり方もありますしそれも一つのやり方ですその分自分は経理以外のことに時間を使うっていう考え方も決して間違ってないむしろ良い考えだと思いますしかしながら私はそこまでお金の出入りっていうのが激しくないわけですし自分自身でお金の流れキャッシュフローっていうのを把握しておきたいっていう考え方がある 続いて2つ目。 会社化する法人化すすすす。る、る法人タイミングはいつがいいですかといつがででかとうご質問です一般的には年収600万円を超えたあたりで個人事業主から法人化するといいよなんて説もあるんですが人によりけりです。要するに法人税と所得税によっても話は全然違ってきますので税理士さんに相談した方がいいと思います。とはいえ税理士さんなんて知らないよっていう方いらっしゃると思うのでその場合は最寄りの商工会議所とかに行くと無料で税理士さんと 相談することができますので電話連絡してみていただければ幸いです米国アマゾンの売り上げはどうやって計上しているのかというご質問そもそも越境 EC と呼ばれる栗またぎでの EC コマースネット物販を行っている人は大抵ワールドファーストかペイオニアこの2つの国際的なネットバンキングシステムに登録しているはずなんです私の場合はペイオニアに入りますどうやって計上しているのかについてなんですが私に関しては 税理士さんと話し合って。 で私が日本への送金手続きを行い、売上が日本に送金されたタイミング、日本の銀行口座に送金されたタイミングで売上として計上しています。Amazon の売上それ自体は日本でもアメリカでも2週間に1度振り込まれるんですね。なので2週間に1度計上してるって思ってる方もいらっしゃるんですが、私の場合は売上がペイオニアに入金され、自分のタイミングで日本の銀行に送金するそのタイミングで計上。 計上しているので、決して2週間に1度計上しているというわけではないんです。こちらに関しましては税理士さんによっても考え方が異なる部分ですので、顧問税理士さんがいらっしゃる方はぜひその税理士さんと話し合っていただければ幸いです。ちなみに米国アマゾンで稼ぐ利点っていうのはここにあるんですね。まずアメリカ Amazon で収益が出るイコールドルでお金が振り込まれるので、ドルとしての資産を我々は保有することができるわけなんです。特に 現状嘘かまことか日本はハイパーインフレになるなんて囁かれている時代ですので日本の通貨だけではなく米国ドル米ドルを持っているっていうのはそれだけでも非常に心強いことだと思います私の場合日本の銀行に送金するタイミングで計上するわけですから売上のコントロールっていうのを自分自身で行うことができるのでその点も非常に有益なポイントだと思いますというわけで今回はなんで自分で経理を入力しているのということから米国 アマゾンでの売り上げはどのような流れで自分の手元日本の銀行まで届くのかについて話をさせていただきましたもし参考になりましたならば今回の動画高評価チャンネル登録いただければ幸いでございます最後までご清聴ありがとうございます失礼いたします